ゲームマスターをお呼びしたいと思います。どうぞ。あら、素敵。自己紹介お願いします。よろしくお願いします。ラビットホール新宿店から参りました江島志保と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。江島さん、江島さんめっちゃもうキリッとしてますね。ゲームマスター感が、はい、僕ら全員マーダーミステリー未経験者なんですけども、はい、大丈夫ですかね。大丈夫です。お、初めての方でも楽しめるシナリオになってると思います。なるほどなるほど。じゃあ説明とかうんぬんかんぬん進行についてはもう江島さんにお任せするという感じで、うん、お任せください。バンドタッチで大丈夫ですか。はい、大丈夫です。じゃあよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではご着席をお願いいたします。はい、じゃあ僕たちもここで今回のゲームマスターをお呼びしたいと思います。前回もゲームマスターを務めていただきました江島さんです。お願いします。ありがとうございます。あ、お願いします。お願いいたします。名進行、はい、マーダーミステリー専門店ラビットホールから参りました江島と申します。よろしくお願いいたします。はい、前回放送、生放送あった時は、はい、マダミスが日本のトレンド入りしたりとか、結構反応がたくさんあったんじゃないですか。はい、かなり反応がありまして、この番組を見てお店に遊びに来てくださった方がたくさんいらっしゃいました。ピザラズとしても嬉しいです。そのままハマっていろんなシナリオを遊んでくださる方がすごい多かったので、今回も遊びに来た方が発表された時に楽しみにしてますっていうふうにおっしゃっていただけたんですが、それによって今緊張がすごいです。過去2回ともですね、ゲームマスターを務めてくださいました江島さんです。江島さん、お願いします。よっ、お願いします。ブーディビューティー。改めて自己紹介お願いします。はい、マーダーミステリー専門店ラビットホールでゲームマスターをしております江島と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。過去2回ねやっていただきましたけれども、はい、ピザラジでやった後の反応とか反響っていかがですか。かなり大きくですね、この番組をきっかけにマーダーミステリーを始めたという方がたくさんいらっしゃっておりまして、嬉しい、大変嬉しく思います。例えば江島さん指名とかもあるんですか。ありましたよ。すごい。なので大変光栄なお話です。すごいな、安心するもんね。